女子行きたいと思います。皆さんいらっしゃいますか、行きますよ。 L1 ポイントランキング、こちらも第6位から順にお呼びします。第6位獲得ポイント90ポイント、坂口清香。第5位獲得ポイントは96ポイント、昨日世界戦を走りました豊岡彩子。第4位獲得ポイント103ポイント、上田千恵子。第3位獲得ポイント103ポイント、三浦鈴香。第2位獲得ポイント144ポイント、宮内咲子。そして今シーズン L1 のポイントランキング第1位は153ポイント、坂口風花。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。大丈夫です。豊川さん、さあ、そしてなんかあの女子にはエスキーナから副賞があるそうです。あ、そうですか、はい、それではお願いいたします。おめでとうございます。さあ、それではちょっと逆順になりますが、近いところに一言ずつ聞いていきたいと思います。まあ、シーズン振り返っていろいろあったけどね。そうですね、まあ、一番大きいのは骨折なんですけどでもやっぱ楽しかったです。来シーズン期待してます。はい、頑張ります。ありがとうございます。来年こそは3位になりたいです。期待してます。おめでとうございます。ふか、来年はもっと上の順位になれるように頑張ります。頑張ってください。さあ、そして宮内さん、やっぱりここに立ちたいです。もう来年頑張って関西クロス出て、できるだけ頑張って勝ちます。待ってます。さあ、そして年間チャンピオンになりました坂口風花選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今シーズン振り返って一言。もっと来シーズンはもっとうまく走れるように頑張りたいです。さらに強い風花を見せてもらえますよね。はい、応援の皆さんに一言。このウィウィシー姿届かなかんで、そのはい、それでって言うからね。力強く走れるように頑張るので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それでは記念撮影いきたいと思います。このまま寄っちゃおうかな。あ、じゃあ清香真ん中来てもらおうか。あの上順と清香と、はい。さあ、それでは記念撮影いきたいと思います。いいですか、いきますよ。お願いします。さあ、女子関西熱く盛り上がってきています。そのトップを走るランカーたちです。おめでとうございます。来年も期待します。